皆さんこんにちは、ゆりです。今からですね、私はおばあちゃん家に、このペーパードライバーの私がおばあちゃん家に行きたいと思います。レッツゴー。誰もできないんだったら、お茶がいます。はい、もう10個食べてる。食べる。キャラメル製造には欠かせないパッケージの製造マシンです。箱を折り曲げたり、外枠にはめたり、すべて自動制御で行っています。機械部分がアクリル板でシールドされているので安全に作業でき、かつ衛生的なのも特徴です。こちらの機械は製造販売しています。美味しく楽しく、ばあちゃんが作ったの？作ったんですね、ばあちゃん。皆様、美味しい。これはですね、最新の注意を払いながら、まあな、ばあちゃんも食べてみた、うん、初めてまだ食べて。平成10年にこれはね、うん、もうサリちゃんが吠えて言うから、うん、迎えに来てる、で、お母さんは、うん、美味しいね。味噌を作るのは、うん、味噌屋の親父じゃないよ。おいしい。おいしい。乳酸菌酵母だから、ような酵素類、もうすごくあんなもんじゃない。ご飯ももいらんでしょ。そして、えも言われぬああいう醸造品っていうのができるんで、で我々はそれ、うん、何年目か、うん、昔はさ、好きじゃなかったけど、うん、最近好きになってきたの。だがよ、これ豆水分を均一化した、塩分を均一化したり、均一したいい味噌ができるように、手作業で行っていたこの作業、こんなもんうまいでしていた。うん、お母さん、お母さん、入ったら見てみてもらうのよ。何でも食べ方がね、大変だね。うん、今回、ものづくり事業の補助金で転倒機を購入。製品の品質を上げるとともに、職人たちの作業効率を上げることができました。1、2ヶ月そういう中で、いろんな制度をですね、活用してやっていくというか、特に最近では、お母さんな、不自由にちょっと思う、不自由を、で、明日はバスに持ってきて、うんうん、地域の私の方の電極というですね、多くの中小企業に、説明の導入とか、まあ、そういうものをですね、支援を行っていると、全国で、まあ、約5000億円を、まあ、その補助金が与えておりまして、まあ、その中でも鹿児島県は220という企業が発表されましたね。お母さんって自分の金が鳴ってからおもちゃ飾るの。お母さんにもそう言いなさい。うんうんうん、何も食べないか、うん、まあ腹いっぱい、うん、これはばあちゃんが食べてみるね、うん、ばあちゃんが頭こういうポッと お茶をさして、はい、ねえ、ゆりを来てみようって言ってよ。うん、なばあちゃんの風邪ひかしてね、ゆり、が止まった晩にな、もうわっ風邪やったばあんまと思うって何かったじゃんね。ほんでまた握手やずっとあこ散歩させてたんで楽しかったね。こうね、行かないでこう行ってね、そして本堂を臨時で来て、それでそこにね、100円金貨があったんだ。そうなんだ。うん、それでこの通りに何かなかったんだ、うん、もう何も食べないね、お菓子や。いいよ。美味しいでしょ。うん、これは美味しい。うん。
そう、桃子っていう子。覚えてる。名前かに動いたね。そうそうそう、パーマーなく。そう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 。これ切ってもらった。うん。昨日。でパーマーになってるか。パーマじゃなくって切ってもらって、うん、染めてもらった。ほら。あ、してもらったのね。そうそうそう。でもう一人は、うん、なんけ3人で仲良しなんだけど、うん、お母さんとだった人なの、うん、その人の子供と仲良くって、うんうんうん、そこで本物も子供彼氏でいるのね。面白いねって言って、うん、もう何でも食べないか、うん